はい、ということで実況のパス30、あ、めっちゃさあ、33よ、始めていきたいと思います。30-30って何や。大沢が最後まで行ったんだっけ。行ったんか、そっか。で、あっちも最後まで行って、あと緑川と加納と、マリアだね。じゃあ緑川から行こうか。タクシーがヘブン出版の前に止まった。本当に10分ちょうどで到着した。ありがとう。緑川は千円札を置いてタクシーを降りた。お客さん、背中越しに気密かな声が聞こえ、ちらりと緑川は振り返った。車の窓から顔を出した気密かがこちらをビシッと指さしていた。働くという字は人が動くと書くんです。あと少しで今日一日も終わりです。もうちょっとだけ頑張りましょう。気密かが照れて頭をかくと緑川は口をした。ほんのわずかだが心が和んだ。サンキュー、あんた本当に働く男の味方だよ。片手を上げて挨拶すると緑川は雑居ビルに入った。皆さん、編集部の扉を開くなり千秋が駆け寄ってきた。テレビでは爆発事故の報道が流れている。緑川はデスクに直進してノートパソコンを開く。パソコンが立ち上がる間を利用して状況を確認した。金融会社の連中は来てます。下の階で待たせてます。遠山さんが死んだって話は。ごめんなさい、話しちゃいました。花ちゃんはどうした。わかりません、あれから連絡なくて。ミルクは小さなため息をつくとパソコンのキーボードを叩き始めた。なんとか6ページ分の原稿は仕上がりそうだ。この仕事だけは何としてもやり遂げなくてはならない。それが遠山への手向けになるはずだ。書き上げた原稿は DTP でレイアウトに流し込む。ようやく少しずつ雑誌記事らしくなってきた。編集部のドアが勢いよく開いた。おら、いつまで待たせんだ。若い男が積まれた本を蹴飛ばす。またお前らかよ。何回こいつら出てくるんだよ。つかこいつら遠山にもさ、借金さ追いかけてるしさ、柳下にも追いかけてるよね。瀬川、お前本当に乱暴ちゃんだな。その隣には中年男がいる。あなたが緑川さんですか。中年男が名刺を差し出した。どうも、宝田金融の小津浅尾というものです。宝田金融って確かあれだよね、天竜組とつながってるとこだよね。富山さんのことは本当にお悔やみ申し上げます。しかしですね、私どもといたしましても貸したものはきっちり返していかないと。一つ一つの言葉は丁寧でも喋り方にはドツが効いている。噂の大社の来月号をちゃんと出す。それまで返済は待ってくれないか。緑川は富山が話していた通りに小津に頼んでみた。まあ私たちでも鬼じゃない。雑誌を出してお金を作るなら1ヶ月ぐらい待っても構いません。本当ですか。千秋が弾んだ声を上げた。ただし、それは遠山さんが生きていたらの話です。来月号を出したところで遠山さんがいなければこの会社もおしまいだ。完済するのは無理でしょう。だったらどうする。緑川は冷静な態度で聞く。結論から言わせてもらうぜ。耳の穴かっぽじて聞け。瀬川と呼ばれていた若い男が脅迫状で凄んだ。千秋は驚いて首をすくめると、
オズが瀬川を手で制した。やめろって、お嬢ちゃんが怖がるだろ。オズは薄笑いを浮かべながら言った。私どもが知りたいのは遠山さんの娘さんの居場所です。ああそうだ、娘の居場所を教えろ。お断りよ、花ちゃんはまだ子供なのよ。支払い責任かないことぐらい。千秋が金切り声で食ってかかると、オズは凄みのある声で遮った。そんなことは分かってる、分かっていてお聞きしているんですよ。花火ある。法律など一切関係ない、金を絞り取る方法はいくらでもある。オズとセガーの顔からは邪悪な企みが伺えた。それとも緑川さんが肩代わりしますか。あなた随分有能なライターだそうですね。肩代わり、遠山がいくら借金をしているのかは知らないが、この男たちの様子を見る限り決して少ない額でないことはわかる。どうします、スクープを連発すれば死ぬまでには完済できると思いますが。緑川は言った。チャラにしてくれないかと彼氏。チャラにしてくれないか。言った途端男たちが固まった。なんだって、中年男が尋ねた。緑川はもう一度言った。もう一度言うのかよ。チャラにしてくれないか。緑川はきっぱり言い払った。中年男のこみかみに浮かんだ青筋がピクピクと動いた。もう一度言ってみるか。中年男が低い声を発した。緑川は言った。まだ言うのかよ。チャラにしろ。うわぁ。パロッタ。なんか本当に続きされたようなさ演出だったね今。いきなり続きをかまされ、緑川はデスクに突っ伏した。バカかあんた。朦朧とする頭の中に中年男の声が響いた。意識がそこで途切れた。みのさん、誰かが呼んでいる。みのさん起きて。千秋か。緑川はまぶたをこじ開けた。ん、なんだ、読んでください。千秋はプリントアウトした原稿を差し出している。どれくらい気を失っていたのだろう。1分、いや1時間か。お目覚めですか。中年男の声がした。見ると宝田金融の2人はまだいて、悠然とソファーに腰掛けている。長い時間気を失っていたわけではないようだ。肩代わりする気になるまで渡してもらいますよ。花ん、これなんて読むんだ。じ微糖って読むかな、がズキズキと痛み出した。街頭インタビューの原稿です。読んでください。千秋は繰り返した。来月号を出しても借金はどうにもならないですけど、でもせっかく書けたんだし。ミリカは黙ってうなずき原稿を受け取った。確かに借金はどうにもならない。しかし引き受けた仕事は最後までやり遂げるのがプロというものだ。まず一回流し読みをする。記事の構成がいまいちだった。二回目は記事の細部をチェックして読む。テーマと合っていない文章が身についた。ダメだ、書き直し。原稿を突っ返した。はい。千秋がうなだれて受け取った。静まり返った編集部にテレビのアナウンサーの声が響いた。現場です、渋谷で起きた爆発事故ですか。ぼんやりと緑川はテレビを眺めた。その脳裏に遠山との思い出が浮かんでは消えた。今にも壊れてしまいそうなドアを緑川は遠慮なく思い切り叩いた。その振動で遠山と書かれた表札が床に落ちた。とても新聞記者の家とは思えないほどのボロアパートだった。おら遠山出てこい。土星に同じ階の住人が何事かと顔を出す。それでも気にしないで叫び続けた。静かにしろバカ。下着姿の遠山はドアを開けた。かっこ、昭和のおじさん感半端ねえな。なんかサザエさんのさ、あれだろ、波平みたいな感じだよお前ら。会社に辞表を出したらしいな。ミュリカは畳に小座をかくなり聞いた。利用しろ。やめた理由か。遠山が気味悪く微笑んだ。耳を貸せ。え、ミュリカは露骨に嫌な顔をした。大声では言えない話だ。仕方なく耳を遠山に近づけた。生温かい息が顔にかかって気持ちが悪い。どうしても初めは話にいまいち集中できなかった。しかし次第に内容が確信に迫ると思わず息を飲んでしまった。というわけだ。遠山が話し終わると同時に緑川は驚いて大声を上げた。出版社を設立する。大声出すな。大声よ。
人差し指を唇に当てて C を気にした。だって出版社だろ。取り次ぎ講座はどうしたんだよ。全国の書店に本を流通させるには取り次ぎという問屋を通さなければならない。取り次ぎと取引をするためには専用の取り次ぎ講座を持っている必要がある。何の実績もない会社じゃ取り次ぎは新規講座を開いてくれない。そんなことは百も承知だ。遠山の目が得意げに笑っている。だから買った。買った？潰れた出版社の幽霊講座を買ったんだよ。取り次ぎ講座の値段は数千万円はすると言われている。遠山の退職金だけで賄える額ではないはずだ。間違いなくかなりの金額を借金して購入したのだろう。しかし今は出版不況でほとんどの本が売れない時代だ。出版社を立ち上げるのはあまりにリスキーな挑戦に思えた。緑川、会社の名前も決めてあるんだ。遠山の顔が油切って輝いている。ズバリヘブン出版だ。ヘブン、天国ってことか。俺と一緒に仕事をした人間は天国に行ったような気分になれという意味だ。あれだけ静かにしろと言っていたのにいつの間にか遠山の方が大声になっていた。まあ挑戦するのは結構だが奥さんは反対しなかったのか。ヌリカが聞くと遠山は黙って冷蔵庫を開いた。ちらりと冷蔵庫の中が見えた。缶ビールと酒のつまみなどが寂しそうに入っていた。女房は娘を連れて出て行ったよ。その一言だけで事の全体とはなんとなく伝わった。遠山は缶ビールをヌリカに手渡した。暗い話はやめ。遠山はそう言って勢いよくプルタブを起こした。申し訳なさそうにちょろっと缶から泡が吹いた。乾杯だ緑川、ヘブン出版の船人に。何もかも捨てて新しい何かを得ようとする。覚悟を決めて挑むのなら他人が口出すことではない。それが敗色のこの戦であったとしても。おめでとう富山さん。緑川プルタブを起こした。同じようにちょろっと缶から泡が吹いた。乾杯。二人は缶ビールを軽くぶつけ合った。遠山がヘブン出版を立ち上げて1年が過ぎた。コンビニの袋をぶら下げて緑川が編集部に顔を出した。社長、儲かってるか。この顔を見ればわかるだろう。覇気のない顔をした遠山が偏本の山に埋もれていた。どの本も売れなさそうな分厚いノンフィクションだった。久しぶりの再会に笑顔はなかった。ノンフィクションはいくら出してもこのありさまだ。なんだよ、早速暗い話か。暗くもなるぜ。それなりに売れているのがゴシップ雑誌だけなんだからな。袋から缶ビールを取り出すと一本を遠山に手渡した。遠山は机の上にあった噂の最初の創刊号を手に取った。今はヘブン出版を支える唯一の稼ぎ頭だ。ノンフィクションを出版して出た赤字は噂の最初が埋めているらしい。本当はもっと高い志があったんだ。そう言うと悔しそうに返報されたノンフィクションの山を眺めた。それなのにこんなゴシップ雑誌しか売れないとはな。やけくそ気味に遠山は缶ビールを煽った。パパ、お腹すいた。不意に幼い声が聞こえた。振り向くと偏本の山の隙間に少女がいた。なんで MacBook Air いじってんだ。娘の花だ。いろいろあってな、一緒に暮らすことになった。そうか。花のいるところで詳しい事情を聞くことはできなかった。おそらく前妻の都合で押し付けられたのだろう。ほら挨拶しなさい、パパの仕事仲間だ。花は実りからに向かってにっこりと微笑んだ。こんばんは、花です。6歳です。これ食べる。ミネカは酒のつまみとして買ってきたサキイカを差し出した。食べる。花はむさぼるようにサキイカを頬張った。遠山は恥ずかしそうに頭をかいた。花ちゃんはパパのこと好きかい。ミネカは花の頭を撫でながら聞いた。好き。だってパパはすごいんだよ、社長さんなんだから。守りたいこの笑顔。何の迷いもなく即走すると遠山が小さくおえつを漏らした。俺はやる。遠山は花の笑顔を見ながら言った。高い志なんかよりも俺は花の方が大事だ。噂の大将を売りまくって花にうまいものを食べさせてやる。パパ、これはおいしいよ。花がサキイカの袋を抱えた。けなげな姿に遠山の目が潤んだ。そんなもんじゃなくて今度は刺身を食べさせてやるからな。おい、そんなもんって買ってきたのは俺だぞ。ミルカーが軽く突っ込むと遠山と花がつられて笑った。仲のいい親子の姿を眺めているうちにミルカーも温かい気持ちになってきた。いくら腕の立つジャーナリストといっても家に帰ればただの父親なのだ。
父親である限り子供のことを大事に思うのは自然であり納得のいくものだった。酒のつまみでお腹をいっぱいにすると花は満足気な顔をしてソファーに寝てしまった。みのりかは、俺は理想なんかより花の幸せをとる。可愛い寝顔を見ながら遠山静かにつぶやいた。その日を境にヘブン出版噂の大将が中心のゴシップ系出版社に生まれ変わった。それがいいことだったのか悪いことだったのか、いずれにしてもプライドを捨てた遠山はさらに情けない姿に落ちぶれていった。目の前に原稿が差し出され、みのりかは我に返った。できました。緊張した様子の千秋から原稿を受け取った。みのりかはじっくりと読むと千秋に原稿を突っ返した。どこを直したんだ、あのダメなとこを教えてください。千秋はうなだれながらつぶやいた。どういう意味だ、時間もないことですし、ダメなとこだけ直してそれでなんとか、もじもじとはっきりしない口調で千秋が言う。お前いつもそんな風に原稿を直しているのか。はい、だから上手くならないんだ。ダメって言われたら頭から全部書き直す、小手先で直すなんて100年早い。大声で怒鳴られて千秋はさらにうなだれた。その姿を見てみのりかは小さなため息をついた。なんかあれだね、大学とかのさ、レポートでさ、ゼミの教授とかにレポート提出して書き直してこいって言われるような感じだね。先生どこがダメなんですか。でダメなとこをあのマーカーとかで塗ってもらってそこだけ直してくるっていう。結構あるあるじゃない、大学生あるあるでしょ、まあ、卒論あるあるでもあるかもしれないけど。ということを俺も駆け出しの頃遠山さんに言われたよ。一つの原稿を何十回も書き直しさせられたこともある。初めはいじめじゃないかって思った。でも何度も書き直しているうちに気づいたんだ。一つの事件でもいろんな書き方があることに、そうやって俺は原稿を書く力を鍛えられた。そうだったんですか、千秋が顔を上げた。分かったら頑張れ。高陵ギリギリまで粘っていいもの書いてみせろ。じゃあ皇帝かな、いや皇帝、あ皇陵でいいのか。やります、私やります。ようやく千秋が笑顔を見せた。その息だ。千秋に才能があったとしても今のままでは目覚めることはないだろう。叩かれても逃げ出さないで踏ん張る、そんな心の強さがなければライターとしてやっていけない。泣ける、いやこれは泣ける。映画化が決定、小津が拍手をしている。私ども落ちぶれた遠山さんしか知りませんでしたけど、実は厳しさの中に優しさを持った立派なお人だったんですね。みのりかは机を叩いて立ち上がった。それ以上茶化したこと言うと許さんぞ。んだこら、セガーが凄みを引かせた目で睨みつけてくる。こっちはもう待ちがくたびれてんじゃ。セガー、お前は本当に気が短いの。小津が机の上に一枚の紙を置いた。とはいえさすがにそろそろ返事をもらえませんかね。これにハンコいただけたらすぐに帰りますので。千秋が紙を覗き見た。これ誓約書じゃないですか。おうよ、借金を肩代わりするときに書くもんじゃ。セガーが得意げに声を荒げる。ミリカは黙って誓約書を眺めていた。あ、ハンコがなければサインでも構いませんよ。ほら、さっさと書かねえと遠山の娘一生追いますぞ。二人にせかされてミリカはペンを握った。ダメです、皆さん冷静に考えてください。千秋は耳元で叫んだ。肩代わりなんかしたら今度は皆さんが遠山さんみたいになっちゃうじゃないですか。ならない。なりますよ。俺を誰だと思ってる、ミリカだぞ。でっかいスクープ記事を連発して借金を返してヘブン出版も立ち直してみせる。どうしてそこまでして。千秋の涙声にミリカはポツリと答えた。世話になった人の娘を見殺しにはできない。かっけえ、イケメンやんけ。ああ、ミノリカが誓約書にサインをしようとしたとき、セガーが規制を上げた。視線の先をたどると、ドアのそばに花が立っていた。捕まえろ、オス、アニー。オズとセガーが花に襲いかかった。逃げろ、ミノリカが叫んだ。反射的に外に飛び出した花だったが、すぐに階段のところでオズに捕まっていた。さあ、行こうか。階段を駆け下りながら、オズが凶悪な顔に凶悪な笑みを浮かべる。やめろ、離せ。
緑川が慌てて掴みかかろうとすると手川の拳が緑川の顔面にめり込んだ。全身がバラバラになってね、痛みを感じた。それでもなんとか体を動かそうとする。そう、のこに手を出すな。てめえは黙ってろよっ。硬い何かが胸を直撃した。目の前が真っ赤になる。意識が次第に遠ざかっていく。最後に緑川は花の声を聞いたような気がした。ごめんなさい緑川のおじちゃん。ごめんなさい、謝らないといけないのは俺の方なのに。子供の意味を考えようにも緑川は意識を失ってしまった。バッドエンド。花が捕まる。まあ多分可能じゃねえかなこれは。多分可能のパートで変えるんでしょうね、きっと。あれ？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 あれ、あっち最後まで行かなかったっけ？あれ？なんで戻ってんのこれ？ん？なんで？え、なんで？なんでだ。まあちょっと一回やるか、あっちのパート。この真ん中の真ん中のやつとこの右のやつめっちゃ弱そうじゃない。お、変わってる変わってる。あれ、伝説の初代ヘッドさんじゃねえか。突然背後から声が聞こえた。避ける間もなく頭を固い何かで横殴りにされた。へへ、ガキ一匹いるつもりが、とんだ大物がついたな。え？なんでこんないきなり殴られたんだろう。目の前がチカチカと点滅した。体勢を整える前に今度は膝を打たれた。それから一方的に殴られ切られた。足が完全に動かなくなっても暴行は止まらなかった。鼓膜が破れて聞こえづらくなった耳に瞳の悲鳴が届いた。なんでこれ。瞳、逃げてくれ。そう祈ってアチは意識を失った。なんでこんないきなり襲われるんだろうね。桐生の奇襲。あ、奇襲じゃねえ、急襲か。さっきの緑川の選択変えんのか、また。よし、これで大丈夫かな、多分。あ、OK、OK。飛び込みとるわ。OK だね。
次可能やっていけばいいのかな。まだとりあえず今回は切りがいいんでここまでしようかなと思いますね。ご視聴ありがとうございました。